皆さんこんにちは、ブラックティープレジデント、洋楽の五十嵐です。今回はこちら、まあ皆さん名前だけは聞いたことがあるっていう方、または大好きでよく飲んでいるという人もいると思います。カモミールについての、説明をしてみたいと思います。はい、まずカモミールなんですけど、こちら大きく分けて2種類あるんですね。一つは、このローマンカモミールって言われる、なんかちょっと菊っぽい感じの、もともと菊科なんですけど、菊っぽいものと、あとジャーマンカモミール、ローマンとジャーマン、このジャーマンの方が皆さんがよく飲んでいる、カモミールになります。ジャーマンカモミールです、ローマンじゃないです。で、ジャーマンカモミールについても説明していくんですけども、こちら通常は普通のジャーマンカモミールっていうのがあって、こちらちょっとこう黄色っぽい花ですねが主にハーブティーとして飲むことが多いです。はい、あと味なんですけれども、こちら甘いんですね。甘い香りがするんですよ。しかも飲み心地もマイルドですごく飲みやすい、なんかこう渋かったり、イガイガしたりってことがありません。香りはよく青りんごのような、まあ、りんごのような香りって言われてるんですけども、まあうん、そう言われればそっちの方向の香りじゃ、香りなような気がするって思うんですけど、やっぱり違うんじゃないかなと正直個人的には思っています。甘い香り、飲みやすい飲み口ということで、それも大人気な一つなんではないかなというふうに思っております。で、このカモミールなんですけど、なんかいろいろ調べていくと、古代のなんか医学書にも載っているよと、なんかエジプトとかギリシャとかっていうのの医学書載っていると、なんかこう効能がいっぱいありそうっていうイメージがあるかと思います。で、よく効能に関していきますと、例えばなんかリラックスする。これ結構有名な効くと言われている効能。その他になんか、胃とかですね、そういうのが炎症を抑えるとか、そんな感じのもいいと言われていたり、あとなんか皮膚にいいっていうことで、皆さん今銭湯に行く人はあんま少ないと思うんですけど、たまにカモミール風呂ってあったりするんですね。なのでそういうのにも使われていることがありますと。で、実際どうなのかというと不明でございます。はい、この効能に関しては、弊社は特に効能というよりは、まあ味とかですね、香りとか、そういうふうに注力していますので、効能に関してはまあよく皆さん言われている通りのものを信じていればいいんじゃないかなというふうに思っています。多分効くと思っていれば効くという部分も多少ありますので、そちらは各人ご自由にということになります。で、実際カモミール飲み方なんですけども、よく言われるのがピーターラビットっていう物語で、カモミールにミルクを入れて、蜂蜜も入れたのかな、蜂蜜入れて、飲むというのが結構代表的な例として使われていることが多いです。私も結構単体で飲むよりもミルクとか蜂蜜入れた方が美味しいんじゃないかなというふうに思います。あと例のあれです、カフェインです。カフェインがないんですね。なので皆さん寝る前とかに、まあそんなすぐ寝る前とかに飲むのはどうかと思うんですけど、一応夜とかにご飯食べた後に飲んだとしても、カフェインで眠くならないということは少ないんではないかと思っています。私個人的にはもう夜でも紅茶とかガンガン飲むので、あんまりカフェインがあっても関係なく寝ちゃうんですけど、結構皆さんやっぱりデリケートな方が多いと思いますので、夜に飲むのにはぴったりではないかなと思っております。で、一応種類としては先ほど言ったローマンとジャーマンなんですけども、ジャーマンの方がほぼほぼ、まあ、取り扱いしているところが多いと。で、その中でもまあ普通のと言ったらあれですけど、ジャーマンカモミール、それと、オーガニックのもの、さらにそれらをこう細かくカットした、まあ、カットされたのティーバッグとかによく使われる、ティーバッグも三角のやつですと大きいまま入るんですけど、平たいものとかですね、量が少なくていっぱい味が強いものに関してはこうカットされている方がすごくおすすめだったりします。私も最初カモミール苦手だったんですけど、男性結構苦手な方が最初多いんですけど、ちょっと飲むとすぐ慣れて美味しく飲めるようになります。もし最初昔カモミール飲んでちょっと苦手だったなっていう方は、その後もう一回飲んでみてください。すぐ慣れて美味しく感じると思います。はい、では、今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいと思った方は、高評価いただければと思います。登録まだの方は、よろしければ、登録の方お願いいたします。では今度は次の、お茶でお会いいたしましょう。ありがとうございます。